サンプさんまずお疲れ様でした。お疲れ様でした。今、1時間ほど前に、南警察署から、釈放となりました。で、まあ、かねてから、サップさん自身の口から、発言の機会を設けたいと思いますっていうのが今日になったんで、まあ、思うとこもいろいろあると思いますが、まずは伝えなあかんことから。うん、まあ、そうですね。はい、まあ、最初、まあ、ほんまにね、今までこう支えてくれてたスポンサー様とね、あとほんまに応援してくれるからあのファンの皆さん、あと、ブレイキングダウン関係者ですね。やっぱ自分がこうやって逮捕されてね、もうめちゃくちゃみんな迷惑かけたと思うんで、それに対してほんまに申し訳ございませんでした。まあ、何か悪いことしたとかじゃないけど、やっぱり社会的騒動になったし、それに対していろいろデメリットを被ったの方面っていうのもあると思うから、うん、まあ、そこに対しての、まあ、謝罪っていうのは、ね、まあ、今みたいに、でまたそれぞれ、まあ、各連絡も、そうですね、今出てきたばっかりなんでね、まあ、みんな連絡入れて、まあ、いろいろ話もしていかなあかんなと思ってます。でちょっといろいろ質問事項、まとめてるんで、これ見ながらね、そうだな、ほら質問ちょっと、まあ、まあ、周りもびっくりしたと思うんですけど、まあ、今回その、まだ誰も事実が分かってなくて、なんで捕まったんかっていう、その逮捕の理由っていうんですかね。まあ、一応、まあ、一応、罪名は一応、恐喝ってなってるのかな。ああ。うん。まあ、でも、まあ、まあ、自分自身は納得しないとこはいっぱいあるんだけど、ね。まあ、結果不起訴っていう内容で出てきてるから、うん、逮捕拘留起訴、で何かしらの刑に服すまでいかなくても、うん、まあ、捕まったには捕まったに何かがあったんかなと思うし、今そこで僕はもう裁判所じゃないからそこまで俺らが聞くことでもないし、うん、まあ、機会を見て喋る場面があってもいいんじゃないか、自分の思うことを喋る機会があってもいいんじゃないかなと思うけど、まあ、捕まった理由で言えば、まあ、恐喝やね、罪名って言えば。そうそうそう。なるほど。これはまた、今度の動画とかでいいかな。そうやね。まあ、俺がちゃんとまとまってから、まあ、俺も言いたいことがいっぱいあるから。まあ、もうほんま今の今なんでね、多分もう頭も整理できてないと思う。はい。で、まあ、みんな心配してると思うんですけど、今後、その格闘技のイベントとか、まあ、そうですね。格闘技とどう向き合っていくか。まあ、活動的にはもう今ともう何ら変わらず、まあ、まあ、自分の練習もそうやし、後輩らの、まあ、育成もそうやしね、まあ、ほんで今回ちょっともそうやしね、まあ、ほんで今回ちょっとパクられたことに関して、まだまだちょっと自分もうちゃんとできてなかったことが、教えれてなかったこととか多々あるんでね、まあ、それも含めて、まあ、今回自分パクラでちょっと勉強になったことがすごいあるから、まあ、それも含めてもうやっぱ後輩らとかにもう、まあ、話とかもしていかなあかんなと思ってます。まあ、難しいやな、若手の子らに格闘技をメインで何か指導育成はしてる中で、うん、格闘技以外のところが結構一般常識欠落してる子らが多くて、そうやね、若手の中で、でもそれやから頑張って力強いしたいなと思うところもあるし、でも全員もう5人10人20人とかやっぱ道場で見てて、そういうところまで全部見れるんかって言ったらなかなか目も届かへんけど、今後はでもそういうのもやっぱり人間育成、格闘家育成が人間育成っていうところに目を届かしてないと、やっぱりいざそいつらが、まあ、例えばブレイキングダウン出ました、ブレイキングダウン出たけど有名になってしまってんけども、社会的なところは欠落してて非常識なことして警察捕まったりしたら、やっぱりその格闘技の大会にもやっぱ迷惑かけてしまうなっていうのが多分改めて思ったし、こっちもやっぱ名前があればとばっちり食らうし、まあ、そうですよ、今回のことがとばっちりって言ってるんじゃないけど、今後何かあった時にやっぱりほんまとばっちりっていうのはもっととばっちりを食らうこともあるやろし、格闘家育成しながら人間的なところも育成せなあかんなっていうのはやっぱり、まあ、俺も自分で格闘技のジムやって4歳の頃から大人の人まで見てるから、うんうん、そこら辺も気をつけてるけど、もっと気をつけなあかんねんなっていうのを改めて今回のことで勉強になったし、いやほんまに勉強になった、今回はマジで勉強になったね、マジで。やっぱり自分も俺のやっぱ自分の、ま、定義っていうかあれがあるやん、感覚がやっぱちょっと違うところがすごいあったから、もうほんまに
勉強になったし、まあ、成長できた、まあ、この年やけど、まあ、成長できたんかなと思ってます。うん、なるほど。まあ、あとはその今後、うん、どのようなまあ活動とかしていくのかなっていうのは、まあ、活動はねやっぱ、まあ、ほんま今ほんま先も言ったように今と変わらず、もう、まあ、しょうもないことに、もう口で、もう、まあ、顔出さんのも、精神。まあ、そういう場に おるんであれば、しっかり、ね、話もまとめて、せなあかんと思うしね。うん、リスクの、ね、こう、あるところにあんまり行かないようにと。まあ、でも、それ言い出しちゃ0、100の人やから、もうあんな、明日から10年間、格闘技会場にも行かんとこうとかなるから、あ、それはそれで違うから。0、100です。0、100。でも、俺も、うん、まあ、俺なりに得てきた経験とか知識でも、まあ、今回のは勉強になったし、そういうので得た俺なりの常識で人に伝えるに教えるにはっていうところもあるけど、うん、まあ、俺らの細かいこと言い過ぎてしまうからきつすぎんねんけど、うん、でも俺なりで分かることはサプサにも伝えたいし、まあ、これからもその俺は俺でできる人間育成、若手育成するし、ここにしかできないこともあるし、まあ、俺らがもうちょっと情報共有して俺にも厳しいこと言ってくれたでしょ、俺もサップさんに対してそれじゃあかんやって、もっと厳しいことも今後多分もう今回のことで言わなあかんなと思う。だってここがパクられたら俺めっちゃ面倒くさいんやから、いろいろ。じゃあほんま今回もすごいね、周り動いてくれて、アンディ含めてね、アンディ筆頭でか、まあさらにちょっと俺はサップさんに対し、うん、厳しいことうるさいこと言おうかなって改めて思ったし、その分俺も言われる覚悟を持って自分の襟正して、言われんと分からんかったし、まあ、今回もまあ刑事さんにまあコンコンと言われた時に、まあ、なるほどなっていうのもまた気づいた。もうこの年になってほんま気づいたことがいっぱいあるからな。ほんまに。でも言われなかった刑事さんに、お前のそばにアンディ南野っていう素晴らしい男がおるじゃないかなそれは言ってなかった。けどいいですね、この年でまあお互いこう楽しいことだけじゃなく、厳しいことも言い合える関係で、うん、まあ、今回もより一層もっとふんどし締め直して、いや、まあ、今回はちょっとほんまワキが自分がもう甘かった、はい、ほんまに甘かったな、まあ、けど事実、まあね、いろんなこと聞きましたけど、まあ思うところはいっぱいあると思います、サップさんにね、あるよ。逮捕前日、脇の下にありたがってたもんな。脇甘くて。ほんまそんなぐらい、ほんまそんなもんよ。脇はありたがってたじゃん、お前。もう脇ノーガーだったわ、ほんま。ノーガーだったわ。ほんま。結構今ニュースになって。まあ、俺もまだニュース見てないんだけど。ちょっといろいろ見てみて、まあ。ちょっと、まあ。ほんまに日本中騒がす大ニュースになってたから。そして、まあ、ブレイキングダウンの選手がこう続々と逮捕されたりっていうのが重なったんで、うん、まあ、みたいやな。結構こうメディアではこのブレイキングダウンがっていう、うん、まあ、もうその一括りで見られてて、うん、そうやな。そうだから3月3日、今日と、うん、今日が28、27か、うん、で30日土曜日天後11.5 かな、うん、やけど、まあとりあえずあそこのセコンドとかも決まってたけど、うん、一旦はちょっと今回はまあ自粛しますよ、もちろん、もちろんちょっと、うん、残念やけど、そうですね、まあ、世間の声もあるんで、まあ、世間もね、皆さんもっていうか逆にそこはよくか悪くか、もう行かずに済んでせなあかんこと多分要素あるから、うん、それはそれで、うん、1週間でせなあかんこと終われんから、うん、まあ、ちょうどよかったっちゃ失礼になるけど、うん、ほんまにもう一回しっかり やらないの山盛りあるな、自分自身研ぎ澄ますために、はい、ちょっとお店もねありますし、せいでほんま、あんでこれは別に告知じゃないけど、うん、ブレイキングダウンとか他の格闘技にはまあ数週間なのか数ヶ月なのかはちょっと自粛するかもしれへん中で、4月、宣伝じゃない4月14日俺東京で翼のとの黒川さんと試合のセコンドだけちょっとこれ逮捕前からちょっと決まってたから、うん、そこだけは試合会場にちょっと2人で行くんで、僕は試合やるから、まあ、そこ俺がおらな負けてまうんでね、わけやまいこと言うよな。いやでも会場行ってもうドアとドアで、試合終わったらすぐ帰るっていう、そうそうそう
トラブルにならないようにっていう感じで、はい、あのトラブルなくまれるようにさっと行ってさっと帰ることになると思うんで、それだけはちょっと世間の皆様、じゃあそこだけあのご理解ください。はい、お願いします。ということで、またあのサップさんの方からもまた別で、あの時期置いて、いろいろ動画発信とかもあるんで、ライブやったらあかんで、自分ライブでコメント来てそれにぶわー喋ってあかんで、あの喋り上げたら、あのサブさん、モーン会長には実際どう思ってるんですかとか言って、ほんまーみたいな、本音をボロボロ吐き出して、ね、ライブほぼ禁止。ライブ禁止な、とりあえず。あかんで。やっぱ人がいい優しいんで、その、聞かれたことに対してちゃんと答えるんで。とりあえずライブ49日はあかんで、19日は喪に服してな。まず。もうちょっとほんま反省します。あでも5月あったらゴールデンウィーク明けぐらいまではまずライブ禁止やでもな。まあそういうことで、サップさんまだね、背中のこといっぱいあると思う。ちょっとあの緊急の、まあ、緊急動画ですね。緊急動画、皆さんへの、ね、今日はだからサップさんから世間をちょっと震撼させるようなニュース、まあ気持ちは超本人じゃないけど、超本人みたいになってしまったけど、それは自分自身浮気病とか多分にあったっていうのを今回まあ辞任自覚して、さらに勉強になったということで、まあ、良くなると思うね、きっと全てが。で、各所に多大な不安、迷惑はやっぱりかけてるんで、そこへの俺もさ、ほんまにこんだけなんかすごい今出てきてさ、聞いてもえらいことになってんの、まあ、ニュースとか、ね、びっくりしてるもんな、はい、ほんまにそんだけ影響力やっぱ、はい、そうだからもう良くも悪くも、うん、やっぱ悪名もまだ消しきれてないし、うん、結局名前が売れすぎてるがゆえに、そのサップ西成逮捕っていう、やっぱこうボスみたいな、まあそういう位置づけになってしまうんで、ほんまそうやな、だそこを理解しながらちょっと行動していかない、そうそう、これからもね、ほんまそれを考えて、サップ西成としてね、ほんまにちょっとほんまに考えていろいろ行動ねしていこうと思ってます。まあ今回そういうあの青谷謝罪と、ね、いろんなことがまた一つ勉強になってて、感謝を、はい、伝えれる動画だったかなと思います。まあ、今後も頑張っていきましょう。はい、お願いします。ありがとうございました。